はい、どうも、しずチャンネルです。書いてみて。今日はですね、ハーフタンギングの練習メニューについて、シェアハブしようと思います。はい、ハーフタンギングについては、1年前に、こうね、説明してるんですよ。はい、ちょっとね、これ、もう YouTube やりたてで、ちょっとこう、ういういしさが残るね、頃やったんですけど、もう一度説明するのと、あとは、まあ、練習メニューっていうことですね。具体的に。そういったところも、まあ、踏まえながら、ちょっとね、シェアハピしようかなと思ってます。あれ、これ、まあ、ちょっと、登録者数が3桁台の時から、こう、見てもらってる方とかね、なんか、ちょっと説明は、下手やで、下手やけど、ちょっと上達してるんすよ、これ。だから、まあ、前よりは分かりやすいんじゃないのかなと思うんすけど、まあちょっとね、これ頑張って説明してみようと思います。まず、ハーフタンギングとは何かっていうことなんですけど、前回、このタンギングのやり方みたいなんで、こう説明した、これは普通のタンギングなんですよ。でも、ハーフタンギング、まあその言葉、のニュアンス的にも、まあそうなんですけど、なんか半分タンギングなんですけど、タンギングって、まあちょ、詳しくは、前のやつ見てほしいんですけど、こうなってるじゃないですか。で、ハーフタンギングは、で、こう、リードに、こう、舌当てるときに、若干、ハーフタンギングは、音鳴ってるんですよ。まだ、ちょっと。タンギング、もう、めっちゃスローモーションにしたら、で、こう、無音のとこあるじゃないですか。ハーフタンギングは、やるかっていう話なんですけど、ちょっとね、そののハーフタンギングの説明を美術に取ったことある私がね、ちょっとね、絵で説明しましょう。ちなみにね、音楽もね、なんか不真面目やったんでね、3とかでしたよ。私はあんまり5とか取るんちゃうんって思うやろ。3でしたよ。楽譜が汚いって言って点数半分にされました。はい。ちょっとこれ、はい、ちょっと私身長がねだいぶ低いんで、ちょっともうこっから上しかちょっとないですけど、これね、トゥースですね。ターンですね。まあハート下ですね。でこれがマウスピースで、これがリードなんですけど、前言った、そのタンギングって、これ舌あった、これ吹いてる時ですけど、舌あったら、リードに当てるだけっていうか、リードがバーって振動してることでサックスって音鳴ってるから、それを、こうリードが、舌、こう、舌にね、舌を、リードに、じゃ、リード、に、舌を当てることで、そう、リードの振動をパッて止めて、こう、音を切るみたいなこと言ったんですけど、今回のハーフタンギングについては、これバーって吹いてるじゃないですか。で、こう、離れてますよね、ここ。んで、いわゆるそのハーフタンギングの瞬間の時なんですけど、これが、ちょっとひっついてるんすよ。ひっついてるんすよ。触れてるんすよ。触れてるんだけど、この状態で音を鳴らすんすよね。言ってる意味わかります？普通のタンギングって、舌とリードをこう当てたら、まあリードの振動が止まるじゃないですか。でも、ハーフタンギングって、
下リードに当ててるけど、それでもリードは振動させるんですよね。だからってことはですよ、これもうぶっちゃけるけど、下がめっちゃこそばいんですよ。これもしゃあないです。これはこそばいから、もう絶対こそばいから、下はこそばいから、ハーフタンキングの時下はこそばいもんやから、もうそれしゃあないから、はい、ということで、まあ、こんな感じですね。っていう感じですね。こんばんは。はい、ということでね、こういう練習なんですけど、じゃあ、どうやって練習したらいいかって言ったら、まず、その、できなダメじゃないですか、ハーフタンキング。その、舌をリードに当てながら音を出すっていうことが、できなダメじゃないですか。ちょっとやってみてほしいです。これはまあなんか地道にやるしかないですよね。なんかどうとか、まあ別に何も押さへんやつでもいいと思うんですけど、最初音バーンって鳴らしといて、ゆっくり舌当てるとか、これはもうそのなんか今日やってすぐできるっていう技じゃないと思うんで、だからそれ何回かやって慣れていくパターンやと思いますので、音を普通の音出してから徐々にこう当てていくっていうやつをやってこう鳴らしていったらいいと思うんですね。みたいな感じがまあいいんじゃないかな。練習方法なんですけど、前練習メニューで、この3本柱、ロングトーン、スケール、タンギングの練習をすりゃいいみたいな、これ中心でちょっと3本軸でいったらいいって、まあ、言ってたんですけど、だからハーフタンギングやから、その、この3本柱の中で言ったら、タンギング練習にはめ込むっていうか、このハーフタンギングをやるって思うじゃないですか。いや、きっしょ。そうじゃなくって、これはね、ロングトーンにはめ込んだ方がいいと思うんですよね。ちょっと言うまずいなんですけど、ハーフタンギングは、普通のタンギングできないと、できないんで、割と、上手い人が、じゃないと無理やと思うんですね。ちょっとこれ、今言うんって話なんですけど、で、まあ、そういうことも踏まえて、まあ、タンギング余裕みたいな状態で、まあ、練習する。なった時にロングトーンに食い込むって話なんですけど、それはどういうことかって言ったら、リードに舌がこう当たってる状態で音出すやつ、あれをずーっとロングトーンするんですよね。まあ何でもいいですけど、まあ4拍とかで、まあこういう感じになるんですけど、でまあこれ慣れてきたら、例えば今どうでやったんですけど、やっぱ C とかラとか、こう、音下がっていくとか、4拍じゃなくて、長さを8拍に伸ばすとか、まあそうやってたら、まあできるんちゃいますかね。なんかさ、練習メニューにそれを入れるみたいな。なんか、その、2、3日とかじゃ無理やと思うんですけど、いや、その、なんか、何ヶ月か、それやったら。私、そうしてきました。まあ、そうやってやって、だんだん、ちょっとじゃあタンギング適当にやってみよっかみたいな時に、でできたら、あーできたーみたいな感じですね。じゃあハーフタンギングって、まあ、いつ使うんって話なんですけど、まあ、ほんま
いつ使うんでしょうね。私は、なんかこう、なんだったかな。なんかやった方がいいみたいな。学校の先生かなんかに言われて、ハーフタンギングやった方がいいで、みたいな。言われて、あ、ほんじゃやろうかな、みたいな感じで、まあ、やったんですよ。じゃあ、いつ使うんかって言われたら、なんか別に使うとこなかったんですよね。だから、いつ使うんすかってちょっと聞きたい。なんか、まあ、強いて言えばなんですけど、あのリブのフレーズとかで、こう、なんとか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 って、こう、メロディックな、こう、フレーズじゃなくって、結構、こう、名詞を、みたいな感じに、こう、リズムでこう、グルーブでこう、攻めていくみたいな、なんて言うやろうな。こんなんやってそうじゃないですか。名詞を。なんか、こういう。こう、なんか、そういうフレーズの時に、まあ使うんかなって思いますけど、まあそんな感じですかね。で、じゃあ、なんていうの、ハーフタンギングをやって損なんかって言ったら、全然そんなことはなくって、私は結構個人的な、悩みというか、弱点やったんですけど、リードのアタックが、なんか結構強くなりがちやったんですよ、私。パーンってなる。だから、高音とかが、こう、リードミスしやすかったりとか、結構したんですよ。でも、こう、ハーフタンギングを、こう、習得することで、なんか別にハーフタンギングやろうとは思ってないけど、そんなに下のアタックが強くならない。買ったりならなかったりとかしましたね。だからまあ一つの練習をすることで、その例えば今回だったらハーフタンギングなんですけど、ハーフタンギング練習することでハーフタンギングが身につくかって言ったら、まあ身につくんですけど、でもそれだけじゃないんですよね。なんか相乗効果っていうか、他の部分でもなんか意外とこういうのにって役に立ったとかあったりすると思うんで。まあ、ぜひ試してみてもいいのかなと思いますね。まあ、でも、どっちでもいいけどな、話しても。はい、まあ、そんな感じです。はい、じゃあ、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。